校どうやった？楽しかったよ、普通に。まあいいよ、じゃあいいよ。府内の小学校に通う拓也くんは9歳の小学4年生。ありがとう。手にしたのは何やら難しそうな参考書だ。宝くじの一等賞が当たる確率が知りたいからっていうことで本屋さんに行って、でパラパラって見てた時にちょうど確率の、あの問題があったので、じゃママこれ買ってって言われたので。他にも小学4年生では到底解けそうもない問題集の数々。こちらは過去のセンター試験の問題のようだ。もうできたの？できたの？いいえ、できるですよ。うん、一緒だ。うん、合ってるよ。スッて解けたね。何が一番得意な？へぇ、算数。あ、算数です。算数の特にどのどういう問題とかある？絵付け問題です。こちらは難関中学受験レベルの問題。青の部分が45平方センチメートルで、全体の面積を求めるのだが、でかいです。ひとたび解き始めると止まらない。彼は1年前にギフテッドと診断された。ギフテッドとは何らかの分野で優れた才能を持つ子どものこと。生まれつき高い知能や芸術的な才能を持ち合わせている。突出したギフテッドとしては、白熱電球を発明したエジソンやマイクロソフト創業者のビル・ゲイツらが有名だ。ギフテッドは IQ などの数値で診断されるわけではないが、ちなみに言うと拓也くんの IQ は149、一般の平均のおよそ 1.5 倍だ。ジャパンメンサという高い IQ を持つメンバーが揃う国際グループに所属している。その拓也くん、実は順風満帆な学校生活を送ってきたわけではない。こう授業中に立ち歩いてしまったりですとか、それはあの授業内容が拓也にとってはこう優しくて退屈で面白くないので、何かこう自分なりに面白いことを見つけようと思って授業中に全然違うことをずっとしていたりですとか、板書もしない、それからこう字も丁寧に書けるんですけれども字も丁寧に書かない、そういったことをいつも言われてまして、でこう自分の納得しないことはやろうとしないの で先生の指示通りにも動かないこともあり、そういった様子を周りのクラスメートの方も見ていたので、クラスメートからも注意されるようになり、お友達とのトラブル、喧嘩っていうのがすごく増えるようになりました。これは猫の写真ではなく人が描いた絵だ。一本一本の線が動物の毛並みの細やかさを表現している。絵を描いたのは大阪府内に住む恵子さん15歳。60種類以上の色鉛筆を使って描いている。母親によると何事にも没頭しがちな性格だという。小さい時から細部に対してすごく突き詰めるので、学校の授業では時間内に終わらせないといけないので、もうそれこそ小学校3年生ぐらいの版画を作る時とかにものすごい細かいのを作って見事だっていうのを作るんですよ。でも
そんなの時間で終わらせてくれないとみたいに学校の先生には持っていかれて、結局この子は困った子だみたいになってしまってたんですよ。徹底的に深く掘り下げたくなるのはギフテッドが持つ特徴の一つだ。しかし学校ではそれを理解してもらえず、恵子さんは小学校4年生で不登校になり、現在も行くことができていない。本当は行きたいんです。今でも行きたい。聞く耳をまず持っていただけなかったり、できないところがあるからといって、じゃあ全部がもうダメみたいな感じになってしまいますね。ダメとはおっしゃられないけれども、結局は居場所がないんですよね。このように日本の教育現場ではギフテッドに対する理解が足りず、居場所を失ってしまう子どもたちが後を絶たない。土井あやみさん、現在神戸大学大学院でギフテッドの研究をしている。彼女自身もまた居場所のない幼少期を過ごした一人だ。まず授業を受けるのが結構しんどかったな。教科書に書いてあることと同じように授業が進んでいくっていう中で、教科書を見ればわかるのに、それがこう全く同じ形で流れてくる。あとは、まあ、友人関係、同年代の子どもたちと接するにあたって、こうみんなこう楽しくお話をしているけれども、その輪の中に自然体で自分が入っていけない。こう感覚としてはすごくこう年下のお子さんたちとお話ししているような感覚で会話をしないといけないっていうふうなところがすごくしんどさとしてあったかなと思います。幼い心で考えた解決策は、周りの子どもたちをこう観察しながら、どういうふうに行動すればその集団の中で目立たずに済むのかみたいなことをすごく考えながら、全部100点取ってしまったらやばいから、どこでへこませておこうみたいな、一日演技して生活するっていう感じだったと思います。それから十数年、周りに合わせ続けてきた土井さん、高校3年生の頃、ギフテッドという言葉に出会った。最初はすごく嬉しくて、本当になんか、あ、私だけじゃないっていう風なのがすごく希望に見えて、大学で研究をする中でギフテッドについてより知りたいなであったり、こう自分が今まで抱えてきた生きづらさ、ギフテッドに限らず生きづらさっていう風なところをもっと研究していきたいなっていう風に思い始めた。海外のギフテッド教育は日本より進んでいる。アメリカでは1950年代から本格的に始まり、韓国やシンガポールなどではギフテッドだけを選抜して教育している。日本では十数年前までギフテッドという言葉はあまり知られていなかった。ギフテッドの子供は落ち着きのない子、協調性のない子などと一括りにされることが多かったのだ。才能の芽を摘み取り続けてきたことになる。こんな、よろしくお願いします。メキシコに住む岡野美宇ちゃん8歳、南アメリカ最大級のギフテッドの学校に通っている。美宇ちゃんは理数系の科目が得意な上、スペイン語や英語など4カ国語を話すことができる。今年6月、高校生までが対象の生物学コンテストでは2位になった。カビの種類や分解力を調べる研究が評価につながったという。両親の仕事の都合でメキシコに来た美宇ちゃん。もう帰国することもできるが、ギフテッドの学校に通うため、この国にとどまっている。将来何になりたいんですか？医者です。人を治すところがかっこいいです。骨折れたらと思います。次、病院に行って治してもらったとき、そのところがかっこよかったです。みゆちゃんは10歳で義務教育を終えた後、11歳で高校生になり、そして20歳で医者になりたいと話してくれた。ギフテッド教育で海外に水をあけられる中、日本もようやく重い腰を上げた。特異な才能のある児童生徒が
その才能のゆえに学習上、学校生活上のですね、困難を抱えている場合に着目をして、その解消を図るということ、そして個性や才能を伸ばすという基本的な考え方を立って対応を進めてまいりたいと思っております。文科省は来年度、ギフテッド教育におよそ1億円の予算を求めるなど、本格的な支援に乗り出すことを決めた。才能のある子も障害のある子も今の学校現場では多いわけですけれども、それぞれの子どもにもっと合う、そういう学びの、学ぶ内容、それから学び方、そういうものがあると、その生き生きと才能発揮できるわけですね。ギフテッドの拓也君は反復練習が嫌いだ。一度書けば覚えられる。だから宿題だとしても断固拒否する。あと3回ずつは、これも覚えれるからいい。どうも書かへんの書かへん。小学校生活はギフテッドと診断されたことで大きく変わった。拓也くんの担任は、45分間ずっと集中して授業を受けられるっていうところは難しいのかなっていう印象を受けたので、そこで切れた後に少し戻ってこれるような手立てとか、僕が作っているその仕掛け、授業の仕掛けの部分に必ず反応してくれるので、授業全体がこう広がっていきますし、楽しいとか面白いっていうふうにもつながっていくと思うので、彼は非常に欠かせないというか、本当にいい考えをたくさん言ってくれるなというふうに思います。おりゃー、知ってもらいたいとか伝えたいなとかってある？分かってもらえたら結構大変ではなくなる。自分のことを分かってもらえたら、学校も行きやすくなる。ギフテッドの多様な個性を尊重し、どの子どもも取り残さない、そんな学びの場が今求められている。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。